はい、おはこんばんちは、春川龍でございます。信長の野望波動、今回は来シーズンの春川の編成のご紹介ということでやっていきたいと思います。いや悩みましたよ、だいぶ時間かかっちゃった今回は。それでは早速いってみましょう。はい、こちら検証編成の画面でございます。まあ、ここでね、来シーズンの編成を組んでいきたいと思いますと。まあ、来シーズン、まあ、コンセプトをいくつか決めておりまして、まあ、このコンセプトに沿った編成を組もうと思っております。まず一つ目、弓メインで編成組んでみようと。私このゲームを始めてまだ一回も弓部隊使ったことないんですよ、実は。弓ってね、実は組みづらくて、武将の数的にね。うん、ただね、そろそろ武将も揃ってきてましたので、今まで使ったことない弓部隊で組んでみようかと今回考えました。で、二つ目、陛下、こちらはですね2種類でいきたいと思います。これはもうずっと続けてきたことなんですが、陛下ね、3つ4つ上げるのきついんですよね。うん、なので僕は毎回陛下は2つまでに絞って編成を組んでおります。で、3つ目、足利義照を使うと。せっかくお正月ゴリッと引きましたんで、足利義照は使っていこうかなというところでございますね。以上、この3つのコンセプトに沿って舞台を編成していこうと思います。それではまず1部隊目から見ていきましょう。まず大将、はい、こちら足利義照ですね。うん、まあコンセプトの中の一つでありましたが、来シーズンの僕の中での主人公はこいつです。足利義照をうまく使いこなしてみせようじゃないかというところですね。陛下は弓でいきます。まあ足軽の方がね適性あるんですけども、まあ、弓でも使えますんで、ちょっと弓でいってみようかなと。で、副将候補なんですけど、実はねここ結構悩むんですよね。連鎖率順にするとこんな感じ。うん、弓の陛下が高くて良さそうなのが義明、義元で信玄、細川、藤高とこの辺になるんですけども、うん、どれもこれもバッファーでバッファー、知略戦法ということでなかなか起きづらいなと。あ、武勇戦法だと佐竹義重、龍蔵寺、高信あたりなんですけど、弓の適性がないということで、私のチョイスはこちら、南部春政ですね。あ、弓 A なんでね、本当は弓 S 欲しいところなんですけども、まあでも武勇戦法で、3部隊に武勇 250% 攻撃して、しかも制圧命令実行時 375% になるんで、足利義照と戦法の相性はいいかなと。あと平丼ですね、敵大名級領土内で戦った時通常攻撃の対象がプラス1になって、これはまあまあ使えます。うん、なので連鎖率 32%、まあ、さっきの義明と比べると 5% ほど連鎖率落ちますが、まあでも 30% 超えてれば合格点と。で、平丼も発動する、 OK という感じでございますね。まあ唯一厳しいのは星が1。うん、星が重なってないよっていうところですね。ダメだね。まあ今回ねガチャ券いっぱいもらってるんで、イベントでね。うん、まあそこでなんとか南部春政星2とか3にできればめっちゃ嬉しいなって感じだね。うん、はい、こんな感じで。与力はですね、武田信繁と戦闘員と、これちょっと後で技能のところで重要になってきますんで、後で説明します。で、防御側ですね、基本的にはですね、この攻防入れ替えで切り替えながら戦っていこうとスタイルなんで、あんまり連鎖率は気にせず技能を見て、組んできますね。はい、ドンと、こんな感じでございますと。はい、この4人衆見たことありませんか。そうです、献身です。献身、これですね、4なんでここですね。大将が男性の場合、部隊の攻撃アップ、武勇アップ、破壊アップと、この攻撃アップと武勇アップが欲しくて献身を入れましたよっていう感じですね。うん、まあ足利義照の一番の魅力は戦法です。これ単体で結構効果力出せますんで、なので武勇を上げる技能をつけたかったっていう感じですね。なので献身をチョイスしました。献身持ってる武将ね、結構弓の陛下 A とか S ばっかなんですよ。うん、あとちょっと秘伝は変なのつけちゃってますが、秘伝つけられる武将は全部武勇の鍛錬をつけようかなと思っておりますと。で、ここのね、左側攻撃側の与力なんですけども、まあ、はっきり言って、連鎖は期待してないですね。戦闘員を置いたのはもう献身を発動させるため。で、まあこのメンツの中だったら戦闘員が一番連鎖率 21% でよかったので、ここに置いてるって感じで、武田信繁を選んだ理由がですね、
こちらなんですよね。活路、兵力が 50% 以下の時、部隊の先鋒発動速度が 10% アップと。これがですね、戦闘員も活路持ってますんで2になりまして、先鋒発動速度プラス 13% になります。ちょっとこれが欲しくて武田信繁を入れましたね。あとね、活路持ってる武将ね、 SR しかいないですよ。斎藤利光と、あと太田助政か、これしかないんですよね。あとは回伝でつけなくちゃいけないということで、回伝はねちょっとワンシーズンで消えちゃうんでつけたくなかったんで、まあ、献身4、活路2ということで、武勇と攻撃上げながら、活路で先鋒発動速度を少しでも速くしようという目的ね。うん、足利義輝ですね、技能で耐震持ってますんで、待ち伏せしたらですね、通常攻撃の対象がプラス1になって2部隊に通常攻撃が飛ぶようになりますんで、まあ運用方法としたら、最初は待ち伏せで戦って兵力が半分になって活路が、発動する条件が整ってから遊撃に切り替えてバシバシぶん殴るという運用方法で足利義輝やってきてなと思います。まずこれ1部隊アイテム、今回組む部隊の中ではアタッカーの部類に入るという感じですね。はい、それでは次2部隊目、こちらはですね、まあ添付900で星の重なってる強い武将で弓適性がある武将を置いていきます。まあ、ここはまあいろいろ悩みましたが、シーズン1の信長と、私の手持ちの添付900の中ではやっぱり一番星が重なってますんで、星5ね、で陛下適性で弓もいいということで、まあ置かざるを得ないというところですね、消去法で。まあ、弱くはないけどね、こんだけたくさん武将が出てきてしまうと、そんな強いっていう武将でもなくなっちゃった、平均点よりは上だけどぐらいですね。でこれで組もうとするとですね、まあみんなよく見る形じゃないかなと思いますので、一気にドンといきます。はい、こんな感じでございますね。副将にはやっぱり攻撃戦法で相性のいい徳川家康を置きましたと。まあね、副将には本当は陛下 S を置きたいところなんですけども、家康は弓 A なんですよね。まあしょうがない。でそんな家康と相性のいいのがシーズン3の今川義元と森蘭丸と、まあ、37%41% は優秀なんじゃないでしょうか。で、防御側、これもね、攻撃防御を入れ替えながら使うんですけども、こっちはまあ技能とか秘伝をよく考えて入れてますね。だ僕の手持ちで弓適性が高くて織田秘伝が発動するの実は松しかいなくてしかもシーズン1のね800の松しかない、なのでここ入れてると。相性的には基調入れたいんですけどね、基調まだ星、2とかなんで、星7の松よりやっぱり戦力低いんですね。なのでまあここ松置いてると。で、あともう一人はガモちゃんですね。これは武略要因で入れてます。武略持ってて弓の陛下が A 以上ってなかなかいないんですよね。信長とこの今川義元ぐらいですね。なのでしょうがないからガモちゃん置いて、で、後で弓の鍛錬つけて弓の陛下適性 A に上げる予定ですね。これで、武略3、仁愛、内情2ってところかな、発動する機能は。まあ、コンセプトとしたらバシバシ先鋒を打つというよりかは、通常攻撃速度を速くして通常攻撃でボコスか殴るというイメージですかね。なのでまあ秘伝は織田家伝をつけるか、統率の鍛錬をつける感じになるかな。ただこの武将たち秘伝つけられるのが松とガモちゃんと蘭丸しかいないから、あんまり強くなんないかな秘伝で。今川義元星3、奥川家康も星3なんですよね。しかも信長と貴重以外、弓の陛下適性 AAAAA になんで、ちょっと陛下適性が低いかな、っていう感じがします。で、次。まあ、こちらも弓になります。こちらはですね、はい。毛利元就を使ってみたいと思います。今ね、足軽で使っておりますけども、まあ、弓の毛利元就もちょっと来シーズンは使ってみようかなと。まあ、星1なんでね、もうデバフ巻いてくださいって感じ。で、この下の編成がこんな感じ。はい、ドドンと。まあ、毛利元就の弓使ってる人は、こういう風な感じで使ってる人がほとんどじゃないかなと思うぐらい、超スタンダードな元就弓です。まあ、攻撃側の副将には、足利義輝と一緒に連れてきました、足利義昭を置いてます。まあ、こいつの戦法は優秀っすよね。
敵3部隊に防御武勇知略の 40% 低下させて、さらに混乱も付与しちゃうもん。で敵3部隊に知略 200% 攻撃で発動間隔25秒、これは超優秀デバッファーですよ。うん、副将に持ってこい。まあこれは置かざるを得ないと。で信玄と浮田直家を置いて気略3と。で右側こちらも攻撃防御入れ替えながら使いますが、でここの副将には小早川高景と。これはあれですね、星が重なってて知力と統率が高い武将ということで、小早川高景が置いてますね。先方の連鎖率はあんまり気にしない。うん、であとは、封殺を3にするために宇佐美貞光、山本勘助ですね。足利義昭が封殺持ってますんで、封殺3、気略3と。でさらに上昇を持ってますんで、義昭が、部隊の防御知略がさらにアップという感じですね。うん、で最後こちらはね、足軽になります。本当はね4部隊全部弓にしてやろうかと思ったんですけど、やはりゲームをやる上で天貴族のイベントとやっぱ甲状腺やんなくちゃいけないんで、どうしてもやっぱり足軽陛下は鍛えなくちゃいけないと、上げていかなくちゃいけないということで足軽にしました。でこちらの大将なんですが、はい、こちら悩みに悩んで北条総務にしました。うん、誰と悩んだかというと上杉謙信です。上杉謙信星5なんですよね僕。なので上杉謙信にするか星4の北条総務にするか迷いましたけども、まあ今回は北条総務にしようかなと。前回の筆くじでいい引きして北条総務星4にできたんで、そしたらじゃあやっぱ使わないとねって感じなので、来シーズン私上杉謙信はお休みですね。使わないと思います。初めてじゃないかなこのゲーム。まあ最初から上杉謙信はうまくガチャで出てくれて、そこからずーっと牙で使ってましたけど、来シーズンはいよいよ上杉謙信を使わないという感じですね。まあ星の重なり的に言うと毛利元就外して足軽の上杉謙信でもいいかなとは思いましたけども、まあ来シーズン1シーズンぐらいちょっと上杉謙信お休みしようかって感じ。うん、じゃあ北条孫まず攻撃側の左側ですね、見ていきましょう。はい、こんな感じ。足軽の北条孫で組もうとしますと、左側はほぼこれになるかな、みんな北条氏康、綱重、長野成政と。先方連鎖率が全部 40% 超えになりますね。で右側なんですけども、こういう風にしましたよと。はい、こんな感じですね。本田正信、斎藤道三で封殺を2にしました。であと、まあ、うちの部隊唯一の足軽になりますんで、まあこんな感じで攻防を入れ替えて、まあこれで待ち伏せ使うこと多いかな。うん、まあそのために最上義昭を入れてるって感じですね。はい、まあ鉄壁狙いです。うん、待ち伏せ命令実行中、防御上がって足止めの対象プラス1という感じですね。はい、っていう感じですね。これが以上私の来シーズンの部隊編成でございます。まあ、野戦で防御の時はここを切り替えて、足利義輝も攻防を切り替えて防御寄りにして、北条早雲と足利義輝で待ち伏せで、信長と毛利元就は遊撃っていう感じかな。うん、もちろんね、待ち伏せの部隊数が少なかったら全部待ち伏せでやりますけども、まあ、待ち伏せの部隊もそこそこいて遊撃も少し置いた方がいいなという状況であればこんな感じにするかな。で足利義輝は兵力が 50% 切ったら遊撃に切り替えるっていうか、そしたらあれか、遊撃に戦いながら切り替えるわけだから、これで待ち伏せできないのか。一回ね、里に入れなくちゃいけないから。まあ、この状態で待ち伏せか。で兵力 50% 切ったら、遊撃に切り替える。みたいな戦い方かな。まあ、そんなに都合よくいかないかもしんないけど。普通に先方で吹っ飛ばされて終わるかもしんないけどね、これ。そっちの可能性の方が高い。はい、それでは以上でございます。来シーズン、シーズン6の春川の舞台編成のご紹介でした。やっと、まあ、答えというか、ここまでたどり着けました、なんとか。もう上杉謙信入れるかどうか問題、もう毛利元就使おうかどうか問題でだいぶ悩みましたけど、結局謙信外して毛利元就入れて使ってみると。あとは今まで使ったことない弓隊がどのくらい強いのか来シーズン体感してみようかなと思います。はい、ということでですね、メイン弓で戦おうと思いますので、来シーズンですね、どこの大名家でやろうかなというところでございます。弓で考えると徳川家康ですね。弓と足柄に強みを持ってますんで、政策を見るとやっぱり徳川がいいかな。うん、あとは
あと、前だけでもいいのか。足軽がちょっと優位な感じの政策になっておりますが。うん。ただ、これもまあまあ強いんすよね。悩みどころ。まあ、今お世話になっている、一門さんは抜けちゃいますね。まあ僕毎回、プランプランしてますんで、放浪癖がございますんで。同じ一門さんに、シーズンまたいで一緒だったことはないですね。必ず違うところにお世話になってるような感じです。まあいろんな人とたくさん会ってね、たくさんいろんな方とわちゃわちゃ楽しみたいというのがありますんで、とやってますね。まあだからちょっと、ダミ受け選択は個人の判断で選べるわけなんですけども。どうかな、奥川家以外希望肩じゃねえか、これ。大丈夫か、来シーズンこれ。奥川家一人負けとか大丈夫ないかな、これ。わかんないけど。まあいいや、徳川家、第一志望にしようかな。で、第二志望前だけど、いう感じでいこうか。うん。今んとこ、徳川家は、すんなり希望通りそうですね、これ。この状況でいくと。うん。こんな感じですかね。はい。まあ、来シーズンこんな感じでいきますんで、今シーズン終盤、最後、頑張ってイベントやりながら、来シーズン、皆様も準備していってくださいね。はい。それでは以上でございます。少しでも皆様の参考になれば幸いでございます。今回の動画が少しでも面白かった、楽しかった、役に立ったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。